小島みちるさんでいらっしゃいますが、はあ、まだ素敵な恋愛に巡り合っていないんです。あ、そうですか。はい、素敵な恋をしたいということで。なるほどね。そうです。恋愛運はいかがでしょうか。恋愛運23、はい、ありますね。23とね、28歳、あ、来年ですか。はい、23と28歳がよくて、はい、まあ結婚する、両方結婚の時期ですが、28歳がまあ大吉で、23が中吉ですかね。はい、大と中はどう違うかと言いますとね、はい、初対じみないように、リードしてくれるのが大吉で、やや初対じみで、悩みが多いというのが、はい、中吉ですね。どちらでも悪くないですよ。男性の年とかそういうのはだいたいどのぐらい離れているとかですから、2つ離れた人と7つ離れた人、2つと7つですか、ぐらいの人が。2つと7つ、でも7つの方がなんか優しくしてくれそうな感じもないですけどね。同級生とかっていうのはありえないですか。いや、ありますけども、まあ同級生でも2年浪人してて2つ違いとかね、そうですね。例えばね、考えようによってはね、そういうことですよ。例えばそういう話ですね。何か思い当たることでもある。今はチラチラしてることはチラチラなんですけどね。さあ、お仕事に関しても何かありましたらば。そうですね。これから90年に大成する順を言いますとね、ミュージカル、映画、お芝居、テレビです。歌5番目、歌5番目が歌になってしまったという。ですからミュージカルでチャンス得たら大成するし、次が映画、3番がお芝居、4番がテレビ、5番が歌ですね。だからこのチャンスで一つの25ぐらいまでの一つの勉強期間があって、26歳から本当に自分がしたいことがやれるようになりますよ。ここ10年、32から33ですね、33、女の厄年まではなんだかんだって言ってもスーッといきますから、33、女の厄年で一服ちょっと休憩っていう感じですね。人生の幸せをもう一度見つめ直してみようか、お仕事だけが本当なんだろうか、どんな仕事に絞ればいいんだろうと、33から一つの考え方をもう一回再調整、ですからこの14年はね、もう文句なく開花していくんで、どれだけ一番大きな自分の大成するところのツボにスパッと入るか、運をつかむか、運をつかむだけの力を勉強し続けるのかということですよね。はい、絞っていいんじゃないですかね。ミュージカル、映画に。ミュージカル、映画に。いかがですか、ご本人としてはミュージカル、映画は。そうですね。前に父がミュージカルの方やってましたので、それを見るのはすごく好きだったんですよね。で、気持ちいいだろうなとか、あんなにね、生のお客様の拍手とか浴びると、とっても本当に気持ちいいんだろうなって思って見てましたんで、ミュージカルはぜひやってみたいですね。そういう環境があるならね、もっと信じて、もうお父さんでも知り合いでもどこでも、私がミュージカル頑張りますからって言ってもあははと笑いながら、まあじゃあこんな役でもどうかなっていうことで、一つのどんな役でももらったら喜んで全力尽くすと、その初めの一本はなかなか難しいんですけどね。そうやってこう意思表示をしないとお父さんだって周囲の人動かないから、いいなぁと思ってるよりも、もう絶対にミュージカルのために私は生まれてきたんだと、はい、そう思っててもいいじゃありません。2年経ったら映画のために生まれてきたんだって言ってね、1年ごとに変えていってもいいしねそれぐらい精神力をね、没入させていくっていうのが、大きな運を引き寄せるということですね。小島さんの前世はドイツのキリスト教の司祭というか神父さんだった、男性の。ですから何でも神様に与えられるとか、あんまりあれこれあれこれ約束しなくても、与えられたものを感謝して、人々に対する慈しみと与えられた責任を忠実に守っていくと、それ以外に別に何も疑問も感じないと、そういうふうにするとスーッとこううまくいくというね、神父さんのような日々を送ってらっしゃるんだけど日本に生まれてきて、今世は聖職者じゃないわけですから、この世の中に生きて どのように幸せをつかみ、幸せになった分だけ人も引っ張り立てて引っ張り上げるのか、そういうふうな気持ちが脈々とありますので、はい、やっぱり今世生まれてきたテーマを考えますと、そのキリスト教の進歩のいいところは生かしながら、もっとこの武士のような、善坊主のような、はい、龍神様のようなすごい力がもっとあっていいんじゃないですかね。そうするともう3倍ぐらい大きくこの脱皮しますよ。そうですか。うん、18歳、あなたが18歳の時に大きく環境が変化して、小観音様、浅草の観音様もそうですが、富士の観音様がずっと守護なさってる。観音様が守護されてる18歳、はい、9月、秋ですよ。はい。環境が変化しましたか。18歳ですか。はい、まあ今まで学生だったんですけれども、デビューしまして、18歳でね。はい、18歳で。やっぱりね、とにかくこの10年間はいろいろなチャレンジがあって、はい、で大きな夢を持ってこう積み上げていこうというね、はい、そういう、まあ、とにかくもっと強い、なんていうのかな、この自分の押し出しっていうんですか、はい、あっていいんじゃないですかね。はい。これがポイントですよ。その第一歩として歌の方もね、しっかりと、皆さんにもね歌っていただけるように頑張ってほしいと思います。ぜひ聴いていただきたいですね。先ほどご紹介しました12月の5日に、これはシングルですけれども「悲しくなんて」っていうので、出たんですよとお知らせしましたけれども、これはアルバムもこの時に出ているんですか。そうです。この「悲しくなんて」が入ってますけれども「キー・オブ・ドリームス」というニューアルバムです。はい。じゃあ皆さんにね、愛されるように、はい、多くの人たちにこのね曲を応援していただきたいですね。一人でも多くの方に聴いていただきたいです。